日。よいしょ。よいしょ。今夜も始まりました。早速タイトルコール言っていいですか。はい、マジワンの天気だ。あ、マジワン。グルメ系。グルメ始まりました。今夜、今月第3回目プラス、なんだラスト、今月はね、今月ラスト、来月からはなんとなんと1時間枠っていうことで、はい、社長すっげえ怖いんですけどちょっとすごい、本当に今日ね、なんだろう、バイトのね、海里くんが来てくれたからね、わざわざそうなんす、あんま出勤しない、すごいレア、レアだからね、お前らね、もう知らねえだろ。お願いします。本当に自己紹介、自己紹介。あ、どうも、バイトのバイトの、はい、バイトのバイトリーダーのカイリーです。よろしくお願いします。よいしょよいしょ。もう唯一のバイトですよね。そうだね、はい、でね、昨日もね、イベント来てくれてね、頑張ってくれて、お客さん呼んじゃったり、ラジバンだり、すごい、ラジバンだり、すごい、本当に昨日イベントだったんですけどね、あのハロウィンイベント、うん、すごい、大盛況だったね。やばかったっすね、うん、ちょっと次から次へと、はい、もうすごかった、びっくりだ。おかげさまで二日酔いでございます。はい、はい、おえつが、おえつがね、おえつがさっきからすごいから、起きた瞬間おえしか言わない。ラファエロ、ラファエロ、うん、やばい、わかる人わかる、ラファエルなんだけどね。レギュラーよりバイトの方がかっこいい。待て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 、それありかもしれない、あるかもしれない、あるかもしれない。ちょっと社長ほんと怖いっすね。社長怖いっすね。ラファエル似てる。あ、髪明るい、明るいっすね。ちょ、俺もなんかめっちゃ明るい。よいしょ、バランス整ってる感じですね。みんな髪色違くて、多分だんだんなんか一番俺向こうかな、その方真ん中、ほんと社長あれっすよね、俺こっちっすよね、ほんとは。ああ、場所違う、場所違う、本当場所違うけど、まあいいんじゃない、誰が誰だか分かる人だもんね。真ん中さっきぶりって、さっきぶり、あ、キャス、あ、ツイキャス、あ、どうも、はい、さっきぶりです。ほんとさっきも、ほんと近くてごめんね、ほんとに。元気な豚どこ行った、お酒入ってないからね、今日我々仮面つけてたぞ。ちょ待って、ちょ待って待って、ほんとに出た。俺始まる前からね、俺思ってたの、真ん中顔でかくない、いや毎回そう。なんかでかいから本当に。とかバイトリーダーは何歳だ。バイトリーダー24で、今年25になります。それと同い年かな。バイトリーダーどこ出身。千葉県の、成田空港とかの方ですね。わざわざね、埼玉まで来て髪色変わってるでしょ。変わったでしょ。どう考えても変わってるでしょ。元気な豚の名前忘れた。もう覚えてくださいね。あ、お、戻ってる。真ん中になってる。あ、戻しかいない。あ、こちらでございます。はい、なんて読む、なんて読むのかな、これ。俺にもわからない。よかったらね、LINE くれたらね、みんな多分喜ぶから。はい。うちの授業に来たりと思います。そうっすね。お願いします。はい、俺 LINE 拒否してるから。いや、さすがに。さすがに、本当に。やばいぞ、今日みんな元気ないんじゃないですか、これもしかして。いや、まあ、昨日死んだからね。昨日死にましたね。トワーに LINE したらタクシー送迎付きって、本当、ああ、若干本当かも。若干若干若干埼玉クール。ね、お題ね、今日決めてくるの忘れちゃったからね。そうですね、何も、今俺も思ったんですけど、何もねえやって言いつつ、コーラ飲む。今日もだからなんか、お題なしでいいのかなっていうね、自由なフリートークで、フリートークで、フリートークですか、いいんじゃないかな。
あーおーいいね。3億円宝くじ当たったら何するかトーク。よいしょ、はい、それ行こう。まずまずカイ君から。僕ですか、うん、3億円当たったらなんすかね、家欲しいですね。まあ、考えること同じかな。考えること同じかな。みんな同じだよね。で、あんまり働かないでスローライフを送りますね。はいはいはい。ちなみに俺も多分マンション買う。3億円現金金ポンって渡されたパターン。ポン、まずタクシーで家帰る。そっからもうどうしようかな、不動産屋行く。あ、これ、あ、これとこれとこれくださいって。そんなコンビニみたいなやつ。あ、そうそう。俺は、はい、多分ホームレスにあげる。やべ、めっちゃかっこいいっすけど。ちょっと待ってください、めっちゃかっこいいっすけど。超かっこよかった。ホームレスあげる、ホームレス。やばい。やっぱ働いて稼いだお金が一番いいお金だからね。あ、そうっすね。ポンと渡されたところでうわっとはなるけど、別に対してあんま興味ないかも。だったらなんか貧しいところの人たちにあげればね、いいんじゃないかなって。まず従業員、従業員からこうやって。あ、そうだね。貧しい従業員から。貧しい従業員から。そんなとあの時のか30億円で俺そうしたら働いてないよ多分。きっとやばいっすね。働いてるけど、どんだけ貯金あっても多分働くけど。私貧しいです。みんななんかそうね、つられてるよ。もうだからもうパターンでしょ、パターンでしょ。リアルすぎて嫌なんだけど。3億円あったらカウンセラーに出てくるから。ああいやいやいや、そんなね、だったら自分に使った方がいい。うん、私も貧しいんで2億ください。3億にすればよかった。残り1億はどこに行くの。手元に残しとけ。埼玉にあるホストクラブ全部回収しよう。やばいっすね。だったらなんか新しいね、お店作るよね、一から。歌舞伎に出したい。うん、ポンって、はい、の方がいいのかなと思うけど。そうだね、歌舞伎町に出す。そうですね。3億円あったら、りっくん欲しい。りくと。りくとっすか。あげる明日のご飯も困ってるので1000万からさ、あげるよ。やばいです。1000万何食うんですかね。1000万あったらね、何食いますか。俺はコンビニ弁当。エコかな。やばい。祇園に出して遠くね。京都。いやでも京都も結構1000万プレイヤーとかいますね。結果最終的にはたこ焼きだろって言われちゃうんだな俺が。やべえな。あ、人生最後の食事何食べたい、カエリ君と基本は。何、焼き魚とか良くないですか。ああいいね、最後の晩餐焼き魚ね。たこ焼きではない。うーん、今日はラーメンですかね。ラーメンですかね。あれはそっか、焼き魚、まあ、ザバーラーメン中華、俺たこ焼きやっぱ。どんだけ好きなのかっていう。うーん、裏切らない。そこは明石焼きがいいかな。明石焼きってなんすか。タレに使ってるたこ焼きっていうかさ。ああ、はい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 。普通のたこ焼きちょっと食べ飽きたから。そう、明石焼きよ。サンマ、サンマっすか。なんていうの、じゃあ、サンマ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、明石焼きね。明石焼き、はい。あ、やばい、俺やっぱここ見ないにしとこう。やっぱ無理だ。リクト、ここにリクトがいないともう喋り、わかんない。ああ、そうね。秋に書いて刀に書いて魚さんはな、うん、ありがとう。でで、ケンはアウトはケツだったね。ちょうど最近ずっとケツ書いてるからちょっと本当に。でも本当なんか昨日コスプレとか、まあ、ハロウィンイベントやと思ったけど、はい、その女装する子たちもいたじゃん、はい、で笑っちゃいけない24時ホスト編本当にやりたいなと思って。やりましょうイベントで。次のイベントはそう、めっちゃ面白いかなって。絶対面白いです。まあね、その前にとりあえず11月4日にね、うちのね、リクトの、本当だからリクト出したかったんだけどね、バースデーイベントがあるから。確かに、うん、VK 誰が、あ、でも2人は VK なのかな。カイリカは VK なの。若干抜け気味の、若干入ってるところらへんみたいな。あー、微妙なところですね。言うほど、そこまでガッツリじゃない、ガッツリじゃないってやつですね。やるなら絶対、絶対面白いと思うよ。絶対面白いと思う。
で笑わなかったらやってるのに従業員が欠罰されるっていう欠罰隊で参加しないです。もうそうしよう、欠罰隊はお客さん側っていうかね。なんかすごい許せないです。許せない。なんでだみたいな。真ん中は養殖ま、あ、そうです。はい、てかゴリラね、ゴリラ偽だとゴリラなのに、こっち来ると豚さんなんですよね。なんか今日俺豚かな、豚だな。養豚場から。いや、そんなことない。硬い棒はダメでしょ。硬い棒、硬い棒みんなついてるから、男の子は。そうっすね、硬い棒たまにふやふやしてるやついてる。ダメダメ、下ネタアウト。硬い棒、硬い棒。リクと来週ね、わからないかな。来週誰出してもらいたい？お、聞きましょう。うん、ここでもうみんなね、うちのあれじゃないですか、アユハとかまだ1回しか出てなくないですか？1回ぐらいかな。1回2回？ 1 回ですね。1回しか出てなくて、エリ中投げさ。やめて、うん、それで本当に来るお客さんいたらやばいよ、本当に。なぎさの顔はどうなるか、本当に目いっちゃうよ。ケツバットな、あ、楽しみにしてるわ、ケツバット。カッパ、怖い。サボジョ、サボジョ。サボジョ。熱中なぎさ大事。カウンセラーじゃなくていい。もうそういう源氏名みたいですよね、エレジュなぎさって感じの。なぎさくん、なぎさくん、そらくん、そらくん、そう。なぎさな。店キャラユニークだな。ユニークだね。うちの店カウンセラーは誰？エレチュー、違う、カウンセラーは僕ですね。エレチューは休みっすけど、いないっす。エレチュー休み。あ、店長、あ、結構。あ、水木、ね、この前店長っすよね。そう、水木ね、出たがらないんだよね、なんかあんまり。出したいんだけどね、こっち的には。ゴリラに豚ってあれだよね、リフトでいいんだよね。リフトでいいんだよね。に、あれでしょ、俺とリクトと渚。あ、でも面白そうだね、やっぱそこは。うるさいのと、あと目がいってるやつ一人ですね。なんでカウンセラー、人の話をよく聞いてあげて、それに対してのいい答えをなるべく出してあげるようにするから、カウンセラーみたいな。カウンセラーのライン見てブロックします。豚食いが言ったら豚じゃねえよ、もうやめて。ちょっとこの前出た時はなんかいっぱい名前呼んでくれたのに、今日全然何もね、豚もうやめろそれ、違う気運だわそれ。多分ニコ生ってこうですよね、この辺からこうってコメントをこうって、あ、そう、画面に思い切り出てやめろ、なんかもうその感じダメだ。気温やばいよ、流れてます。そう、なんかいろんな読めねえよ、297番読めねえよ。まあ、気温だよね、気温。俺やばいっす、ほんとに。豚の、豚ねみたいになってるよ。ビトン美しい豚、美しい豚。いいかもしんないですね、ちょっと。どうしよう、名前変えようかな。ほんとに。なんだろう、ね、擬音になってる。俺から見て最近の放送。ありがとう、美しい豚になってるよ。ありがとう、なんか。でも、いい感じかな、最近の放送。最初よりみんな慣れたからね。まあ、そうっすね、うん。いいと思う。どの放送が一番良かった？俺この前水木との二人も楽しかったかな。自分みんながいた時ですね。リクとかですね。相当ベロベロだったけどね。なんかみんなで出てみたいね。あ、いいっすね。とはクロスクローバーの放送に出てる時が面白かった。俺基本あれはね、ちょっと30分喋ると大体飽きてた。放送やばい、噛むか読めない。二日酔いのせいでこう視点が合ってないというか、文字が読めない。やばい、もう目が霞む。いいところでね、じゃあ CM どうぞ。どうぞ。
静かだね今日はね。ちょっとねダメージすごいからね。いやあのね昨日来てくれたお客様だったら分かるはず。うん、なんかあのうん分かって分かって。なんなら昨日営業10時までやってたから。そうですね。もうやばい本当。みんな初めて指名くれた人のこと覚えてる。うん、覚えてます。覚えてます、ね。俺も覚えてる。やべえ。めっちゃ覚えてる。逆に初めて指名もらったらなかなか忘れられなくないですか。うん、やばい忘れてんだけど。でもその人に俺この前 LINE したら誰って言われた。忘れられてる方が逆にそう忘れられてた。とは出てなかったらお説教来る静かさ。なんでそこ伸ばすのかな。とはまだとはあの方がいい。とは逆にまだとはあの方がいい。早く歌おう。これ前回見にくれた人だよね絶対に。ヤホイってヤホイ怖えなそのヤホイ。毎回放送終わりを説教してそう。いや逆に褒めてるかな。グループラインでね今日の放送良かったよみたいなね。そうっすね。自分たちもお疲れ様ですみたいな。うん、あのねナイトチューブ割とめっちゃ自分たち機嫌いいんですよね。あなんかやりきった感あるよね。やりきった感あるっすね。なんかよっしゃーってみたいな。なんかよしどこ食いに行くみたいな。こっちで食っちゃうともう間に合わないから。そうですね。でその自分が出た時は車だったんでその車を帰りながらそのナイトチューブのやつ見てて、うん、ここなんで俺ら拾わなかったんだろうなってその車の中で反省してみたいな。あーあるよ ね。帰ってからちょっと俺も反省するもん自分で。いやこのタイミングってなんでだろうみたいな。自分大体なんか反応でかいんですよね。指名のお客さんで印象のある人、うん、いた客。それしかなくないですか。あもう俺焼酎4リットル飲まされた時がやばかった。あー俺もあるんですけど。本当に俺運ばれてんのにそのお客さんは心配もせずに楽しくシャンパン20本ぐらい入れてたって怖すごい。何したらいた客だ。いた客っていろいろあるよね。ありますね。どんな人いた客だと思う。ちなみにカエリ君はなんすかね、あのこう担当以外と会話をしたくないっていう人はちょっと、うん、ああなんていうんですかね、困っちゃいますよね。痛い水商売あるあるだね。あるあるです、ね、お前らじゃねえの。お前らじゃねえの。キヨンはちなみになんすかね、めっちゃ飲ませるけど、まあ、俺嬉しいんですけどね。あいや嬉しいっちゃ嬉しいけどね。あの飲めない日にお前何やねんみたいななっちゃうそれ。うん、飲ませる。変わったお客さん同じだよね。うん、いや飲みたくないわけじゃないんだけどね、うん、そうっすね。そのやっぱ毎日毎日体調いいわけじゃないから。そう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 。でもだからもらったものはちゃんと飲むけど、やっぱちょっときつい時もあるよね。きつい時ありますね。昨日俺だって10回以上吐いたもん。俺もさすがに昨日吐きましたね。終わった後、うえって言ってたもんね。言ってた言ってた。めっちゃうえっつ。自分も全部の卓で、あれ私に、私に来た時にもダーって言って、うえみたいな。今ガチで出そうだった、今マジで。眠いんだけど、眠い。肝臓生きてる。まあ生きてるだろうね。まあ死んでても飲むよね、やっぱね。無理してでも。あ、間違いない。俺自分から飲み行くとき自分毎回あれじゃないですか、体調いいんじゃないですかね、うん、体調いいときにしか行かない、突っ込まない。そうだね、はい、基本大体あの咳回しでサボるから、体調悪いときは。次からちゃんとつきます。ねえ、どういうみんなどういうホストを指名するんだろうね。あのリスナーさんたちっていうか見てる人たちって、ホストで一番大事なものは、うん、さあ何でしょう。ホストで一番大事なもの教えてください。何でしょう。面白い面白い。うん、まあでもそこが一番だよね。イケメン、俺楽、もうダメっすね。優しい。まあそうだよね、まあ飲んでて楽しいかどうかだよね、うんうん、やっぱでみんな楽しんでんじゃないかね。とはじゃないホスト、はいはいはい。どういうこと。
ケメンで楽しかったら完璧。まあね、イケメンで楽しい人ってでもなかなかいないからね。なかなかいないですね、うん、結構飲まなくても楽しい人、ああお酒に頼らずとも別に普通に喋ってて面白い人みたいなね。それが一番ですよね、正直。極力だから俺もね、本当はねお酒あんま飲みたくない。喋れる、飲まなくても喋るから。まあでも確かにある程度はそれなりに喋れないとこう会話にならないというか、沈黙になっちゃうじゃないですか。なんかまあ今日とかこんなんですけど。確かに。でもなんかどうしてもこう会話が生まれてこないというか、なんかないですか。自分だからあれ何喋ればいいんだろうみたいな。煽らない人タワー頼んでこない。タワーってめったに頼まない人でも。そうですね。煽らない人。煽られる格好してるから煽られる。煽られる格好じゃないかな。無理やり煽るのは嫌だよね。そうですね。とは喋る、笑ってるだけじゃん。そうかもしれない、笑ってるだけかもしれない。ちょっと待ってください。社長がやばい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 、認めたとかやめて。ちょっと本当に。逆にどんなお客が接客しやすい。あ、だからもう楽しく普通にワイワイ話せる人、いじりやすい人、そうだね。俺も基本従業員だったりお客さんいじって笑いを取る方だから、まあいじられると俺何して何すればいいか分からなくなっちゃう。いじられるの嫌いなのか。だけどさすがに分かりますよね、この人だったらダメだっていうのは分かるんですけど、そうだね、絡んでるうちにね分かるから大体、ね、いじりたい、何を何をいじりたいのかな。彼女らのバカなんで踏みたい蹴りたい、もう暴力じゃん、それやばいっすね。いた客やん、それ。ホスト歴どんくらい。ホストさ、トータルでどんくらいやってる、カイリ君は。トータルですか。トータルだと、どんぐらいだろう。でも7、8ヶ月とかじゃないですか。ああ、1年やってないぐらいだ。トータルで言うとクオリティでかいね。俺店長と変わんないですよね。どのくらいですか。あれ、俺あと半年で4人、いや4人行くのかな、行かないですかね。4年ぐらいってこと。今3年半ぐらいですかね。俺はね、3ヶ月。前回のさ、俺前回のいやー、さるきどんくらいなの。俺3ヶ月って、真面目だったのに。そっから3ヶ月で社長になるみたいな。やばくないですか。運が良かった、運が良かった。やばいでしょ、みんな。それはないやろみたいな、絶対に。めっちゃ運が良かったわ。カイリ君イケメン風。いや風じゃないから。イケメン風です。イケメン。ミラノ風じゃない。イケメン。かなりイケメンだよ。いや、もう普通じゃないですか、普通。昨日めっちゃ可愛かった。手やばかったけど。ミラノ風、ドリア風。関西風？関西風ではないかな。関西風ですか？もはや。関東風かな。関東風。なんて？なんて？なんか中華みたいなね、四川風とかね。たこ焼きは関東風そう。たこ焼き関東風。カリッカリ。とはしょしね、イケメン風。俺ゴリラ風しかないんですよ。何ゴリラ風？言われる前に言う。まだとかやってたまにね。たまにっすね。もう最近は出ないかな。トアから帰りくん指名、そうしよう。やめてください、ちょっと待って。怖い。聞いてる方が怖い。なるほど。やばいじゃないのみたいな、ゴリラは営業どうやってやるの。うほう。その通りでございます。席で胸叩く。いやトアはブサメンです。ブサメン。次から叩こうかな。専門用語出てくる。専門用語。俺あんま分かんないかな、トラミング。これトリミングはするけどね、たまにね。トリミングはうまいっすけど、ちょっとうまいっすけど。トリミングはたまにするけど、うまいっすけど。いつまにかこんなコメント来てますね。とは飽きた。なに、なに、これおってこと。これおってこと。飽きたな。早いっす、全然。歌うやつ、今日は歌わないかな。あと5分だよ。早い。早いっすね。今日は歌わない。私の悲しい。
歌わないからってこと？キヨンは、あ、キヨン、はよ、吠えよ。もうなんか従業員っぽく感じるよね。そうっすね。なんかここまで来るとね。そうっすね。でも、なんですかね。とりあえずね、11月4日ね、リクトのバスで来てもらいたいね。そうっすね。ここに、うん、ここに書いてあるけど。難しい。意外とね。愛しの。今度ちょっと全員で出てみようかな、うち。いいっすね、本当に。うん、まあ、出れない子も多分いるんだけど。こちらに。全員でうちは、全員含めて10人、11人。10。ですかね。うん。多分11人ぐらいか。そうですね、11人ぐらいですね。バイトの、もう一人バイトいるからね。ちょっと最近連絡来ないけど。間違いないです。とりあえずここに、ああまあね、無難だよね。そうですね。歌舞伎までどれくらいの時間か、だいたいおよそ1時間ぐらい。ゴリラの国は何を歌うの？まあまあ、あと1分。私の顔したら、遠いけど、まあ来る価値あるかなって。うん、ありますね。うん、結構ナイトチューブ、ね、ハマってるから。来る価値ありますよ、本当に。何時からお店がですか？出たいです。何に？ナイトチューブにですか？お客様が？ゲストとして呼んじゃう的な。お店は夜10時です。というわけで、はい。電車代かかってもか。電車代かかってもかってもか。まあね。社長、俺締めればわかんないです。え？締め。普通に締めればいい。とりあえず今月11月4日に愛しのリクトの番宣となっておりますので、はい、次回来月1時間枠、はい、皆さん楽しみに待ってくださいね。はい、じゃあそれではバイ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 。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を